水準です。今の深刻な不況、働く労働者の賃金がどん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 切り下げられる。今年の冬のボーナスも12月に入ってうちはボーナスが出なくなった。出ても何ヶ月かわからない。大企業でも成果主義や業績主義でもらってみないと税金がわからない。本当に大変な生活状況になっております。私たちは最低賃金を1000円以上に少なくとも引き上げてほしい。憲法27条で全ての国民には働く権利が保障されています。働く権利は働いて生活ができる、そういう賃金でなければなりません。25条で生存権を保障し、13条では個人個人が尊重されて幸福を追求する、そういった権利まで私たちの国は保障しなければなりません。これを最低賃金で実現をするには少なくとも1000円以上、ヨーロッパ並みだと1400円以上時間給を引き上げなければなりません。こういったことが今の選挙でも総選挙でも重大な争点になっております。働く者の賃金を引き上げる、最低賃金を政治の力で引き上げて、そして内需を拡大し景気を上向かせていく、中小企業の経営が健全にしていくのも最低賃金を引き上げること、国が援助を行うこと。フランスではすでに6000億円も最低賃金引き上げのために、月額20万円のために国が税金を使っております。日本ではたったの4億円しか中小企業には振り向けていません。この政治を変える、そのことも今度の総選挙では大事な争点になっております。